会を催しました。尊敬するリンソル中女子が朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長と党と政府の幹部であるリン・スヨン、キム・ヨン・チョル、チェイシ、キム・ヨジョン、リン・ソン・ゴンの各同志をはじめ随行した幹部と軍員たちと共に夕食会に招かれました。イム・ジョンソク大統領府秘書室長、チョン・イヨン大統領府国家安保室長、ソフン国家情報委員長、チョン・ミョンギョン教育省、ソン・ヨンム国防省、カン・ジョンファ外相、諸政党の代表、歴史的な北と南の首脳対面にゆかりのある人たちをはじめ、各階層の南側の人たちが参加しました。平和の家に到着したリン・ソルチュ女子をムン・ジェイン大統領とキム・ジョンスク女子が温かく迎えました。夕食会に先立ってキム・ジョン委員長とリン・ソルチュ女子、ムン・ジェイン大統領とキム・ジョンスク女子は温かい雰囲気の中歓談し、情を温めました。キム・ジョン委員長とリン・ソルチュ女子がムン・ジェイン大統領に誠意を尽くして夕食会を催したことに深い謝意を表しました。キム・ジョン委員長とムン・ジェイン大統領の夫妻は会場の前で北と南の人たちと一人一人挨拶を交わしました。それで北と南の首脳が会場に現れると、参加者皆は歴史的なパンムンジョム会談を成功させた両首脳を熱狂的な拍手で歓迎しました。夕食会ではまずムン・ジェイン大統領の歓迎スピーチがありました。キム・ジョン委員長の討礼のスピーチがありました。南側からは特別な意味を込めたいろいろな料理を、北側からは奥流館の天然冷麺を宴会場に出して参加者に深い印象を残しました。夕食会は終始血肉の情が満ち溢れる穏やかな雰囲気の中行われました。夕食会では歴史的な北と南の首脳対面と会談を祝う北と南の芸術家の講演がありました。敬愛する最高指導者金正恩委員長がムン・ジェイン大統領と別れました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が歴史的な北と南の首脳対面と会談を成功裏に終え、ムン・ジェイン大統領と別れました。金正恩委員長とリン・ソルチュ女子がムン・ジェイン大統領夫妻と共に平和の家を出ると、北と南の人士たちが熱狂的に拍手喝采しました。金正恩委員長とリン・ソルチュ女子はムン・ジェイン大統領夫妻と共に野外に設置されたひな壇につき、南側が準備した観光公園一つの春を鑑賞しました。金正恩委員長とムン・ジェイン大統領は公演が終わると、北と南の人士と一人一人握手し、別れの挨拶を交わしました。金正恩委員長とムン・ジェイン大統領は熱く手を取り合い、新たな出発を約束し、別れの挨拶を交わしました。金正恩委員長は南側の人士に見送られ、平和の家を立ちました。歴史的なパンムンジョム対面は、民族の団結した力で必ず村民あり富栄える統一教国を建てようとの金正恩委員長の燃えるような民族愛と揺るぎない自主の意志の表れです。限りなく崇高な民族愛と老練な政治の実力で北と南の関係発展の天気を開き、民族の和解と団結、平和不民への新時代を開いた金正恩委員長の不滅の業績が民族の統一の歴史に輝かしく刻まれるでしょう。
海洋説に対して偉大な市民組織的な普及の著作祖国統一の五大方針についてのロシアの総連の著作出版社から諸国民主義人民共和国幼児保育教育省がエクアドルのルタグラス出版社から出版されました。偉大な市民組織的な普及の著作祖国統一のための全民族大団結重大綱領の発表を25周年にちなんで市民組織生誕106周年記念スイス準備委員会とスイス諸村委員会スイス著書思想研究会が共同声明を発表しました。声明は市民組織的に発表した全民族大団結重大綱領には主席の愛国愛民族の意志がそのまま盛り込まれている。先代の指導者の祖国統一の思想と意味を受け継いでいく金正恩最高指導者のエネルギッシュな指導により、今諸村の北と南の関係では肯定的な変化がもたらされていると述べています。敬愛する最高指導者金正恩元帥の中国訪問の成果を祝って、ナイジェリア復興進歩党全国委員長、ナイジェリア国民進歩党全国委員長の諸村人民との友好連帯アフリカ地域委員会委員長、南アフリカ運動ウガンダ全国執行委員会委員長がそれぞれ談話を発表。28日、フェルナンド・コロル元ブラジル大統領で国会上院外交及び国防委員会委員長を率いるブラジル国会上院議員代表団がカムシサン太陽宮殿を訪れ、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記に敬意を表しました。28日、空路宣言入りした金恩人会長率いる在日本諸村大阪府商工会設計70周年記念諸村人商工会祖国訪問団が、マンスラの丘の偉大な金恩人主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し敬意を表しました。共和国のウェン・ウンジョン選手が2018年アジアユースボクシング選手権大会で金に輝きました。19日、タイのバンコクで行われた今大会には、共和国と中国、インドネシア、ウズベキスタンなどの30の国と地域の男女選手200数人が参加しました。ウォン選手は女子54キロ級準決勝でインド選手を5対0、決勝戦ではカザフスタン選手を5対0に破りました。28日、古賀茂さん率いる大阪日朝友好代表団が空路平壌入りしました。労働新聞29日付に、窮地に追い込まれた死ぬ鬼の者たちの愚かな行為と題した論評が載りました。論評は、歴史的な朝鮮労働党中央委員会第7期第3回総会でも変身路線の偉大な勝利の宣言に一番恐れをなしたのが日本の反動勢力だ、慌てふためいた安倍と財務省、防衛省、外相などが我先に飛べて核と大量破壊兵器、そしてミサイルの完全かつ再開不可能、不可逆的な廃棄、最大のプレッシャーを加えて核・ミサイル放棄を目標とする姿勢の変わりのない堅持などと騒いでいる。労働党の変身路線の偉大な勝利の宣言と新たな戦略的路線は、諸村半島と地域の情勢を緊張緩和と平和へ促すことで内外の全幅の支持と歓迎を受けている。ところが日本の反動勢力だけが意地悪い根性を捨てずに、あの頃の反共和国対決策動を追求し、世界の嘲笑と糾弾の的となっている。哀れな島国の者たちの集団は、時代の流れからのけ者にされたことに対するヒステリックな狂気で、軍事大国化、海外膨張野望が水泡に帰することへの極度の不安の表れだ。日本は今のように変わった世の中でどのように行動するのが賢明なことかについてよく考え込み、慎重に行動するのがよかろうと述べました。以上でニュースを終わります。担当はチョジョンイルでした。こちらは諸村の広報等です。
歌をどうぞ。恵まれた人民の歌。